吉岡雄二は東京都足立区出身の元プロ野球選手、監督。1995年から1997年までの登録名は吉岡雄二。現在は富山 GRN サンダーバーズ監督。東京都足立区立第14中学校卒業後、帝京高校に入学。高校時代はエース投手であった。1989年の 第61回選抜高等学校野球大会では、同校は優勝候補の筆頭に挙げられたが、1回戦で報徳学園高校に敗退。その悔しさをバネに第71回全国高等学校野球選手権大会では、優勝の立役者となった。前後試合に先発し、3完封41回を投げて失点はわずか1だった。 高校通算で51本塁打を放っており、打者として注目したプロ球団も多数あった。同年のプロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから3位指名を受け、投手として入団。1990年シーズンに右肩を手術し、リハビリに2年を費やした。1992年シーズン終了後に内野手へ転校。同時期に監督に就任した。 長島茂雄が期待を表明した。1994年シーズンには、イースタンリーグで、本塁打と打点の二冠王に輝く。1995年シーズンにはチームが、優勝戦線から脱落すると三塁手として、スタメンの機会を与えられ、短期間で、満塁本塁打2本を含む4本塁打を放ち、翌年のレギュラー候補となる。1996年シーズンには、 開幕一軍入りを果たす。しかし、その年は、ジェフ・マントが開幕から三塁手で、スタメン出場していたため、吉岡は、ベンチ入りしていながら、落合博光の代走、守備固めのみでの出場機会であり、打席の機会がしばらくない状態が続いた。マントは、開幕9試合でスタメンを外されたが、開幕10試合目からは、 長島和重が一軍に昇格してきて9試合連続の3塁スタメントなり、吉岡自身はやはり打席の機会がなく、シーズン初打席は開幕18試合目での代打であった。その後は、西俊久の3塁コンバートにより、前年よりも出場を減らす結果となった。1997年1月14日に、石井功朗との交換トレードで、 一毛博と共に近鉄バファローズへ移籍。ヤシ天皇から近鉄移籍直後までの間は、機械選手として、不規則な出場機械と自らの調子を合わせることが、うまくいかなかったことについて、その後の現役時代に振り返っている。1998年シーズンには一塁種の、レギュラーで主に7番に定着し、規定打席に未到達ながら、 前年までの通算7本塁打を上回る13本塁打を放つ。1999年シーズンは、プロ入り10年目にして、初めて規定打席に到達し、チーム最多の12投塁を記録した。2000年シーズンは、新たに監督に就任した、梨田正隆から、吉岡は2割7、8分、25本塁打は打てる男、とキャンプ中から期待され、オープン戦は、 500近い打率と調子が良かったが、4月3日に、ブレイディーラジオから受けた死休で、骨折は免れたものの重傷の怪我を負い、その後太ももも負傷、開幕から出遅れた。7月9日に5番だったフィル・クラークが骨折した、あとは7番から5番に昇格し、打率、290、自己最多となる18本塁打で、クラークの穴埋めとして活躍した。 2001年シーズンは3月31日の西武ライオンズ戦、6月22日の福岡大英ホークス戦、9月11日の千葉ロッテマリーンズ戦で同僚の中村のりと並ぶ年間3本の満塁本塁打を放った。なお、6月22日の対福岡大英ホークス戦では二塁打を打てばサイクルアンダ達成という場面で満塁本塁打を放ち、 第5打席でシングルヒットを打ったためサイクルアンダ達成はならなかった。この年は自己最高の26本塁が85打点を記録し6番打者として勝負強いバッティングでパリーグ優勝に貢献。リーグ優勝を決めた9月26日の対オリックス戦では中盤にリードを許す痛恨の西失策を犯したものの9回裏の先頭打者として 大久保勝信から、左前アンダを放って、北川博都氏の劇的な逆転、サヨナラ満塁本塁打を呼び込んだ。しかし、ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは、第3戦の7回表にアンダを放ったのみの17、打席で1アンダと抑え込まれ、ヤクルトに1勝4敗で敗退、同シリーズで無アンダに終わった5番の磯部光一と、共に第53となった。 2002年シーズンも全試合に出場し、前年と同じく26本塁打を記録。初めてオールスターゲームに選出された。2003年シーズンは5年連続で規定打席に到達し、自身初の打率3割をマーク。しかし、欠場試合数が多かったことやチャンスでの凡退が、多く打点が60打点に止まったことを理由に、オフに減法を受け入れている。直球に強く、 1998年から6年連続2桁本塁打を記録し、近鉄バファローズで通算116本塁打を放つと、いて前打線の一員として活躍してきた。2004年シーズンは3月14日のオープン戦の対ヤクルト戦でアンダを放って一塁ベースを回った際にアキレス圏断裂の重傷を負い、1年を棒に振る。チームの本拠地最終戦である9月24日の 対西部ライオンズ戦で代打で出場し、豊田清からライトフライを放ったのがこの年唯一の打席だった。11月、オリックスブルーウェーブとの球団合併に伴う分配ドラフトで自身の希望通りに新規参入球団である東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。楽天の一員としてプレーするにあたり、報道陣からかつて仙台育英の全国制覇を阻んだことに触れられて、今度は 仙台を優勝させるために頑張りたいと答えたという。2005年シーズンは広角に打ち分ける打撃スタイルから2年ぶりに規定打席に到達してチーム最高の打率282チーム最多の23二塁打を放ちチーム2位の52打点を挙げチーム創設1年目の手薄なや主人にあって3番打者として活躍した。一塁手としての守備も リーグ3位の守備率994と堅実かつ無難にこなした。2006年シーズンは前半戦で33試合に出場したものの故障したアキレス腱の調子と付き合いながらのためか極度の打撃不振に陥り1軍登録を抹消された。2軍でバッティングフォームの改造に着手。ここではバットをまっすぐに立てグリップを低い位置で構えていた。 以前のホームを一新し、バットを寝かせて、グリップを高く構えるようにした打撃ホームで、一軍に最昇格。8月26日にタイムリーを含む、マルチアンダーを記録した。その後は副長の気配を見せたが不審に陥り、再度一軍登録ましょう。結局、0本イホンディーダに終わった。2007年シーズンは、開幕二軍スタートもファームでは好成績を残し、7月3日付で、 一軍に登録され、7月11日、オリックス21回戦で大打で出場し、プロ422人目の通算戦試合出場を達成した。2008年シーズンは、7月27日のオリックス戦で、同点で迎えた9回表に、大打で出場し、菊地原武氏から、決勝の適時二塁打を放ったが、12試合の出場に、止まり、 シーズン終了後の10月に戦力外通告を受けた。現役続行を希望し、11月22球団合同トライアウトを受けたものの獲得球団はなかった。その後は米球界に挑戦するため2009年2月に渡米するも契約がまとまらず、4月にメキシコ入り。メキシカンリーグ数球団のテストを受け、ヌエボラレド・オルズに入団。同リーグで、 日本人野手の契約は初めて、メキシカンリーグでは打率、285本塁打37打点の成績を残した。2009年限りで、ヌエボラレドを退団。2010年は、メキシコ国内の野球アカデミーで指導を行っていたが、12月に現役引退を表明した。2011年1月、四国アイランドリーグプラス、愛媛マンダリンパイレーツの打撃コーチに、 就任、3シーズン務めた。2013年11月、来シーズンの契約自体を申し入れ、辞任した。その後、12月4日にベースボールチャレンジリーグ、富山サンダーバーズの監督に就任することが発表された。富山では4シーズン指揮を取り、築半球優勝を3度達成したが、ポストシーズンで築年間優勝以上に進むことは、できなかった。 2017年の退任後の取材に対してチームをどうやって動かして戦うのかよく学ぶことができた。選手と一緒に成長できいろんな人に支えられた在任中にもっと多くの選手を NPB 入りさせたかったと述べた。2017年11月2日、北海道日本ハムファイターズの2軍打撃コーチ就任が発表された。2020年11月18日、 契約満了により退団することが発表された。2020年12月17日、富山 GRN サンダーバーズの監督に就任することが発表された。4年ぶりの復帰となる。勝負強い打撃が武器の強打者。近鉄遺跡後のの2001年は、伊手前打線の一角として、リーグ優勝に大きく貢献した。ありがとうございます。